強打者スラッガー、世界初挑戦フィリピンのエルネスト・サウロン。ジャッジ日本中村和子、同じジャッジニュージーランドヤン・スコット、同じジャッジフィリピングレッグ・オルガー、そしてこの試合を取っている IBF 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、この一戦はレフリーアメリカのケリー・チャバリエ、ジャッジは中村和彦、グレッグ・オルテガ、イアン・スコット、このメンバーで裁かれます。なおこの試合は IBF ルール12ラウンドフリーノックダウン制、偶然のバッティングにより試合続行不可能となった場合、4ラウンド終了のゴングまでは引き分けで岩佐の防衛成功、それ以降はそれまでの採点で試合が決まります。試合途中の公開採点はありません。そして両者ともに今朝8時の当日計量をパスして今夜の一戦を迎えています。さあ、ついに世界チャンピオンとなった岩佐良介、真の王者に向けた第2章のスタートです。IBF 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、セレスジム新チャンピオンとなりました岩佐良介、初防衛の夜を迎えています。緑のトランク、そして緑のグローブをつけました世界チャンピオンの日本の岩佐良介、対するはランキング13位、フィリピンのサウロンを拳を交えています。この放送席、元世界3回級王者チャンピオン長谷川穂積さんをゲスト解説にお招きし、解説には元 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン飯田聡さんをお迎えしています。お二方どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。まず長谷川さん、はい、岩佐選手のこの初防衛ですが、どんなところを楽しみにしていらっしゃいますか？そうですね、まあ、前回は、チャンピオンになった試合ということで、今回やっと来たり気になるでしょうか、はい、うまい岩佐を前回見れたので、まあ、岩佐にも言ったんですけど、はい、今回は強い岩佐が見たいなと。はあ、やはり上手いというイメージがありましたが、その強さ、飯田さん、はい、今の左にも出てたんじゃないですかね。オープニングブローがいきなりの左ストレートだったですね。まあ、相手もなかなかまだ様子見ててこう 手を出してきてないんで、はい、岩佐チャンピオンの方としてもちょっと、近い距離まで入ってますね今回は。あ、そうですか、はい、岩佐と言いますと長谷川さん、はい、やはりタイミング、スピード、あっと左にまた決まりました。抜群のそのセンスを武器にしているイメージでしたが、そこに何かこう力強さを備えてほしいというところですか？そうですね、力強さ、そしてチャンピオンになったことで、自信もなんか今の2分ぐらいですけど伺えますね。はあ、そうですか。飯田さん、ただ、はい、初防衛戦と言いますと非常に難しい、プレッシャーも大きい、その中でこの自信というのはどうでしょうか？いや、多分その性格的なものもあると思うんですけども、今回本当にこういい顔してるんですよね。で、練習の段階でもすごく調子よく、はい、こなせてきてる感じがしますね。そうですか、伸び伸びとやってますよね。あっと左、また左、何がこの、あっと左、打ち抜いた、左が連続してサウロンの顔面を捉えています。もう左の距離感もう掴んでますから。そうですか、タイミングよく行けばもう、ダウンシーンあるかもしれないですよ。そうですか、このサウロンランキング13位、非常に不気味な選手でして情報も少ないという中だったんですが、岩佐の左が圧倒している、これも力強い、左もう一発、第1ラウンドまだ残り時間40秒あります。右のジャブから抜群のスピードに加えて下半身のトレーニングをしてきました。左の力強さも増してきたと。いや、長谷川さん、ガードの目からも効いてそうですね。そうですね、下半身のトレーニングしてるだけあって、本当に前回の試合より下半身しっかりしてますね。そうですか、なんかぶれない感じがします。来たり、いろいろなこの角度もつけられるようになったと、そう話をしていました。いや、飯田さん、サウロほとんどパンチ出せてませんね。そうですね、まあ、いきなりオープニングブローでもう左ストレートをもらってますからね、余計に萎縮しちゃいますよね。これが王者のボクシングでしょうか。岩佐良介がまさに圧倒して、今第1ラウンド終了。強さなのかチャンピオンになってついた自信なのか分からないですけど、1ラウンド目素晴らしいスタートですね。自信、そしてこのパワー、まさに王者のボクシングを見せている岩佐良介、オープニングラウンドです。セレスジム岩佐良介の初防衛戦です。小走りに走り、一気に攻勢を強めていこうかというこの岩佐、第2ラウンドも序盤そのシーンがありました。飯田さん、はい、改めて第1ラウンドももう岩佐の左がサウロンを圧倒したというその3分間になりました。そうですね、サウロンのがこれからどう出てくるかですよね。まあ、こういう、ビッグパンチ、はい、合わせてくるような岩佐のパンチに相打ちみたいなタイミングですよね。21勝のうち KO は8つなんですが、非常にこの、馬力といいますか、はい、フィリピン人ボクサー特有のそういったものを岩佐陣営は、飯田さん、
警戒してましたね、うん、そうですね、警戒は絶対した方がいいですけども、今本当にこうチャンピオンいい動きできてますから、はい、足のリズムも出てきましたね、佐藤さん、はい、赤コーナーセレス小林会長なんですが、笑顔で岩佐チャンピオンを迎えましたね。そうですか、非常にいい立ち上がりだと。相手は相打ちあるいは打ち終わりを狙ってくるのでここには注意しようと、相手が入ってくるところ右で迎え撃とうという話をしています。あ、なるほど。長谷川さん、一つ岩佐陣営が話していたのはこう前に出てくる相手、あっ左、一度必ず止める動きが必要だという話もしていましたが、はい、どうでしょうか。そうですね、で、あの岩瀬選手小さいジャブなんですけど、ずっと出してるんですよ。あ、なるほど、左、これで距離感測ったり、はい、相手のリズムを崩したり、また相手を入らせないようにしたりしてるので、まあ、このジャブがあのサーブの選手はすごくこうやりにくいんじゃないかなと思いますね。右左が目立ち、あっ左、この左が目立つんですが、それには右の細かいパンチがあると。そうですね、ここもサウロン飛び込んでいくんですが全く有効打にはなりません。佐藤さん、はい、サウロン陣営ですが、やはりフットワークを使ってとにかくあの左はもらわないようにしようという指示です。ただなかなかそういった動きがチャレンジャー白いトランクスのサウロンはできていません。これが世界初挑戦、チャンピオンの岩佐は初防衛戦です。まあ、飯田さん、どうでしょう、岩佐として気をつけたいことというのはどうなんでしょうか。あとは、そうですね、本当にこう馬しっかり見ていますけれども、はい、今も少しちょっとサウロン前に出ると大きなパンチ、こういう体ごとこう、はい、突進するようなパンチ、これが多分 KO パンチになると思うんで、はい、岩佐選手下がらない戦い方したいですね。あ、なるほど。少しずつでもこうプレッシャーかける、あとはまあ横に回るということで、後ろに下がりながらこう見ていくっていうのは、なくした方がいいですね。そうですか。本人も試合前確かにそのあ左自分から下がるという動きはしてはいけないと思いますと、そう話をしていました。残り時間30秒第2ラウンドです。いいです、今いい、本当にいい戦い方できてますね。飯田さん、距離としてはもう完全に岩佐の距離ですか。そうですね、うまく自分からこう今も外してはいるんですけど、下がっているんですけども、自分から外していって、はい、また自分で組み立て直してますから、ずっと主導権握ってますよね。右のボディーブローも岩佐はしっかりと見切っています。なんといってもイーグルアイと呼ばれる抜群の目の良さ、それが本来この岩佐の武器でもあります。この第2ラウンドも相手に有効打を与えることなく終わりました。旧タイトルマッチ第3ラウンドが始まりました。緑のトランクスが現チャンピオン岩佐亮介、白いトランクスが挑戦者フィリピンのランキング13位のサウロン、ニックネームは強打者スラッガーです。今のこうスマッシュ気味の飯田さん、いいパンチが今入りました ね、 いいですね。今日は本当こういう、練習の動きがすごく見れそうな気がしますね、岩佐。はい、長谷川さん、岩佐と言いますと当然高校時代から期待をされてきました。ただなかなか世界には届かなかった、はい、どうしてもその、まあ、パワー不足でしたり倒しきれないというのもあったと思うんですがね。そうですね、まあ、挫折を経験したのを見事にこう自分の力に変えているので、まあ、そこはすごいなと思いますね。一つ目の挫折は2011年3月、ちょうど7年前、山中慎介との日本タイトルマッチ激闘でした。まあ、敗れはしたんですが、当時21歳の岩佐は強さを証明しました。まあ、ただあれが一つ目の挫折だと、そう岩佐は話しています。そして敵地イギリスでの世界挑戦、初挑戦失敗もありました。2度の挫折を経験して去年の9月ついに掴んだ悲願のベルトです。そのベルトを掴んでから飯田さん、またこう強くなりたいと思ってトレーニングもして、はい、違った姿を今日見せていますね。そうですね、いやなんかこの世界取って、去年チャンピオンになってからなんかこうやっとこうスタートしたというか、まあ、今日同じリングに上がる山中選手との日本タイトルマッチ、はい、あれからなんかちょっと止まってたような気がするんですよ ね。 そうですね、あの岩佐らしさが、やっとこう今日久しぶりにこう岩佐らしいボクシング見せてくれてる気がしますね。はい、プレッシャーも大きいこの世界チャンピオンとなって初防衛戦なんですが、何か岩佐亮介はあっとボディ楽しんでいるのも見えます。こう左下がって左のストレート、もう一度、非常に多彩なパンチが武器です。あ、今もちょっとサウロン力込めてのも打ってきてますから、注意しながらですけれども、少しちょっと岩佐、チャンピオンの方フェイントを入れていくといい感じで決まるかもしれないですね。フェイントですか。はいはい、佐藤さん、はい、そのあたりはセレス会長からはガードが高い硬いので、このあたりはボディも見せてこのあたりフェイントを、重ねていく指示が出ていますね。あ、そうですか。長谷川さん、この指示というのはどう聞かれますか。僕もそうした方がいいかなと思ってました。そうですか。ただ岩選手パンチを全部7割8割で打つんで、まあ、全然バランス崩れないですよね。なるほど。だからこうサウロンがその後打ってきても、ビッグパンチをもらう感じがしないです。あ、7割8割しっかりとそのパンチを打った後もガードができているといいますか。そうですね、バランスも崩れないので。
確かに練習を見ましてもその打ち終わりのガードというのは徹底していました岩佐良介です。ただこれだけ力強いヒットをしていても7割8割なんですね長谷川さん。そうですね。で聞けば9割ぐらいで打つと思うんですけど、そのあたりはまさにうまさというのをここまでは見せている岩佐良介です。第4ラウンド開始、岩佐良介の初防衛戦です。ここまでは岩佐ペース、チャンピオンペースで試合が進んでいます。ただチャレンジャーをまだ段奪うことはできていません岩佐良介です。ここでちょっと皆さん、このチャレンジャーのサウロンが前に出てきましたね。振ってくる。ニックネームはスラッガー、強打者というそのサウロンが、いや長谷川さん出てきましたね。これはそうですね、まあ、サウロンもちょっと何もできなさすぎなので、ちょっと強引にでも振っていかないと、勝てないと思ったんじゃないですか、佐藤さん、はい、チャレンジャーサイドもやはりプレッシャーを強めてボディでなんとか打開していきたいということですね。あ、そうですか。そのプレッシャーをかけてくるか。ただ岩佐もそれをしっかりと受け止めて皆さん止められてますね。これしっかりと、とにかく今日本当まあ集中力というか、岩佐のいいぐらいですよね、はい、しっかり相手見て動けてますよね。で出てこないとなればスッとこう距離詰めていって、本当に落ち着いてるんですよね。はい、そのイーグルアイ、まさに相手のパンチを見切る抜群の目の良さというのがこの岩佐の何よりの武器です。今も細かい右、そして左に仕掛けていくボディ、まあ、このニュアンスが打てるのか分からないですけど、なんかこう岩佐選手の戦い方は省エネですよね。省エネ、まあ、なんかこうエコな戦い方って言うんですか、はいはい、本当に無駄な動きをしない、無駄なパンチを打たない、最低限の体力で戦っている感じがするので、これなら疲れないですよね。あ、そうですか。確かにこの汗の量でしたり、ね、口だけ方を見てるともうチャレンジャーのサウロは口が開いてますが、岩佐はもうまだ余裕という感じがありますよね。皆さんで、そうですね、お二人とも初防衛戦の世界の経験当然ありますが、あ、左力強い左です。初防衛戦のリングで皆さんこういったボクシングができるというのはどうなんでしょうか。いや、やっぱりこれももう岩佐チャンピオンの岩佐らしさなんでしょうね。本人は数年前まではパンチパーマをトレードマークとしていました。去年9月の世界対象のマッチの時は後援者の方にご褒美としてイタリア製の超高級スポーツカーをオーダーしまして、タイトルを取ってその車ももらいました、まあ、自称平成生まれの昭和男と、まあ、何かそんな表現がぴったりと合うこの岩佐良介でもあります。強い心臓も持っている岩佐良介チャンピオンです。ステップを刻んでまもなく残り時間30秒第4ラウンド、もうサウロンのパンチを、岩佐の方は見切って、もうその射程距離の中でこう避ける、下がらずですね、引いたり下がるってことじゃなくて避けるようになりましたね、左をポツッと当てました。長谷川さん、こうなるとダウンが欲しいですよね岩佐としては。そうですね、ダウンも欲しいですし、サウロンももっともっと強引に出て、ハングリーを見せてほしいなと思います。そうですか。さあ、そういったシーンがこの後出てくるのか。第4ラウンドも残りわずかです。ここも岩佐のパンチ、サウロンも返していく、はい、岩佐の方はチャンピオンの方はボディもうまく狙っていきたいですね。なるほど、ここは打ち合いになる。サウロンパンチを返す、岩佐が返して、第4 IBF 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、セレスジム岩佐良介初防衛の夜です。試合第5ラウンドです。ランキング13位チャレンジャーのフィリピンのサウロンを迎えています。岩佐が序盤から非常にいい形でボクシングを組み立てていますが、まだ相手をキャンバスに沈めるというシーンはありません。長谷川さんからはサウロンももう少し前に出てきてほしいという話もありましたね。チャレンジャーらしさというところでしょうか。そうですね、チャレンジャーらしさもそうですし、まあ、岩選手十分うまさは伝わっているので、最初に言ったようにこれからちょっとずつこう強さを見せてほしいなと、それにはこうサウロン選手もやっぱ強引に前に出てくることによって岩佐選手の良さが引き出ると思うので。なるほど、さあここも左を連発していきます。佐藤さん、はい、どうぞ。そのあたりですね、まさに長谷川さんのおっしゃるように、少し距離を取るなりして、呼び込んでから右、これを強くボディに狙っていけというような打開策を伝授しています。セレス会長です。あ、そうですか。今もボディを狙っていきました。少し呼び込むという話が飯田さんありましたが、どうでしょうか。そうですね、まあ、プレッシャーかけるとどんどん、ガードを固めてしまうんで、逆にこう引き出した方が隙ができるんですよね、はい、パンチを、出してくれた時にその脇腹が開くとか、っていうカウンターのタイミングもできますからね。なるほど。でさっき言ったようにやっぱりこうフェイントをうまく使うのと、あとボディ攻撃ですね、これはこれからのラウンド鍵になってくると思いますよ。やはりセコンド、そしてこの放送席お二人のお話としてもボディがポイントになってきそうなこのアウトです。左
左のストレートは序盤から的確にサウロンを捉えています。ただまあガードがねサウロンは硬いから、なかなかこう本当のクリーンヒットっていうのは当てさせてもらえてないですね。あ、まだありませんか。したりこれもどうなんですか、長谷川さん、キラに入ってるように見えるんですが、けど少しだけやっぱ芯がずれてるので。そうですか。そのあたりも当然岩佐は飯田さん感じてるでしょうね。そうですね。となるとまだ明確なダメージはないか、チャレンジャーのサウロン。サウロンも一発がありますので、試合後半になってくると非常に不気味です。佐藤さん、はい、サウロン陣営もボディの指示が出ていまして、ワンツースリーと打って4発目にボディ、このコンビネーションを見せたいということです。はい、ここで右のボディ、今のいいですね、どんどん使っていきたいですね。ここで初めて右のボディフック見せてきました。さあ残り時間、さあこのボディどうですか飯田さん。いいですよ。でああいうボディを打っていくことでこう上にも当たりやすくなりますから、上下の内訳ってやつですよね、はい、見せてきているチャンピオンの岩佐亮介。チャンピオンとして強いボクシングを見せられるか、強い岩佐亮介を披露できるか。第5ラウンド残り時間短くなりました。15秒、まだ両者明確なクリーンヒットはありません。冷静な表情、そのイーグルアイでじっとチャレンジャーを見つめている岩佐亮介。左、ただこれもガードの上、サウロンはしっかりガードしている。上体を振ってチャレンジャーが左から。第5ラウンド終了。1年経って同じ夜同じリングに上がる両者です。第6ラウンド開始、セレスジム岩佐亮介初防衛戦です。両者まだダウンなし、明確なパンチというのも飯田さんどうですか。手数は岩佐が上回っていると思うんですが、いやもう圧倒的にそうですね、チャンピオンのクリーンヒットの方が圧倒的に多いですけれども、はい、ただダメージを与えるという部分ではまだそれほどないというところですかね。そうですね、まあ、本当にこういうガード主体というか、まず守ってからっていう選手は、さっき瀬古の指示もあったようにうまくこう引き出したりこう、はい、誘うことですよね、それがうまくできるかですね。岩佐は打たせず打つ、これは実は長谷川さんもおっしゃっていたこのスタイルが理想だというふうに話していたんですが、長谷川さんでしたらこういった相手にはどう戦っていきますか。そうですね、まあ、今の戦い方で間違ってはいないんですけど、もう少しこうポイントで強いパンチを打ったり、ポイントで、ボディを僕だったらもう少し多く打ちますね。あ、やはりボディですか。そのボディ、さっきも左ボディ、あ、右ボディか、はい、一発出たんですけど、もう少しこう右ボディを対応したりして、そこからのコンビネーションもみたいですね。なるほど、それが当然できるボクサーでも井田さんありますよね。そうですね、まあ、少しずつですけども、まあ、ボディも当たってますからね、はい、この後効いてくるかもしれませんよ。圧倒的にここまでペースとしては岩佐がリードしています。まあ、この IBF は公開採点がないので分かりませんが、おそらく井田さんポイントの部分でもここまではもう圧倒的に岩佐でしょうね。そうですね、はい、ただ当然一発スラッガーの異名を持ちますチャレンジャーのサウロンです。佐藤さん、はい、サウロン陣営ももうガードを固めているだけではダメだから、横の動きもちゃんと見せようということですね。あ、そうですか。左、これもガードの間捉え始めたか。ガード、本当にガードの時間が長すぎるので、もう少し強引に行ってほしいですね。チャレンジャーですね、それは。はい、サウロン選手、ここで岩佐がロープを背負う展開になりました。行けばカウンターもらうんで、あちり、なかなか行けないんですけど、顎が浮きました、顎が浮いた、今度は右、さあ打ち合いになる。岩佐の左が顔面を捉えた。これを皆さんスイッチにしてほしいですよね。そうですね。さあ一気に行くか。うまくこの中で強弱をつけてチャンピオンですね、上下も打ち分けてダメージ与えていきたいですね。はい、ナイスボディ、ここでもいいですよ、今のボディいいですよ。冷静な岩佐亮介、残り時間30秒、第6ラウンド。おお、初めてクリンチしてきましたね。そうですね、少し苦しくなったかチャレンジャーのサウロン。岩佐はそれを分かったか、じっと見つめて状態を振りながらどのパンチを選ぶか。内割に右を合わせた、左がサウロンの顎を捉えました。初めて顎が浮いたチャレンジャーです。さあ一気に行くか岩佐、これも左力強い、ちょっと後ろに下がった、またクリンチしてきました。明らかに苦しくなってきた挑戦者のサウロンです。さあ場内から岩佐コール。ここで第6ラウンド終了。チャンピオンのラウンド、左ストレートが飯田さんどうでしょうか、はい、このパンチ捉えました。そうですね、一番いいピンポイントではないですけれども、徐々にやっぱり効いてきてますよね、はい、上もあとボディもですね。さあ試合は折り返しを迎えます。第7ラウンドを迎えました。岩佐亮介の初防衛戦です。 IBF 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、明らかに白いトランクス、チャレンジャーのあっと右にかぶせていきました。
サウロンの疲れが見えてきてるかなというところなんですが、飯田さんどうでしょうか。そうですね、ボディも入ってきてますからね、苦しくなっていると思いますよ。となると長谷川穂積さん、飯田さんとしてはペースを上げていきたいですね、はい、そうですね。で、やっぱ出させて、はい、サウロンにパンチを出させてカウンターを取りたいですよね、はい。ここでサウロンが少し手数が増えてきました。それに合わせて岩佐も右から左、ああちょっとサウロンが前に出てくるようになりました。ああいいですね、岩佐にとってはチャンスですよ、こういった、まあ、ボクシングというのを、ね、これですね、ボディですか、今のですか。左ボディ、きっとこれで決まると思いますね。あそうですか。あっと、いいですよ、左のストレートです。さっきのランドもあれが決まったんですよね、同じパンチ今もらって苦しみましたから。飯田さん、実はあの陣営としてはカウンターからの左ボディをずっと練習していたそうなんですが、そうですか、まさにそういったパンチですか。そうですね、おこれですね、ロングだとこう、まあ、溝落ちとか、はい、まあストマックっていう急所があるんですが、真ん中ですね、やっぱりレバーブローっていう急所は右側にあるんですよね、はいはい。だと岩さん、左フック左手の手の方がこう外になるんでちょっと遠くなるんですけど、はいはい、ちょっと当たり出しましたよね、やはり長谷川さんボディですね、試合を分けるのは、まあ、ボディを起点に、ラッシュ行きたいですね、セレス小林会長直伝のボディです。佐藤さん、はい、そのセレス小林会長なんですが、突っ込んでいってボディではなくてその場で相手が入ってくるところにボディあるいは上当てていけと、はい、カウンターのシーンですね、いいですね。まさに長谷川さん、飯田さんがおっしゃっていたその通りですね、そのためにはチャレンジャーに前に出てきてほしいというところでしょう。ただここは今さ、チャンピオン自らボクシング積極的に 前に出ていきます。サウロン前に出てくる、サウロンの今の攻撃いいですよ、もう4つ当たるかどうか分からないですけど、はい、こう力強く打つことでまた当たりますからね、ワン、ツー、スリー、フォーと打っていきました。岩佐亮介です、チャンピオンです。ここも細かい右から左、力強い左のストレート、なかなかただこの左のストレートでダウンというシーンはまだありません。ガード硬いですからね。そうですね、力強いその、まあ、粘り強さ、馬力というのがフィリピン人ボクサーにもあります。ランキング13位ではありますが、その馬力というのを見せているかサウロン。ナイスジャンプ。クリン兄弟の3番目、家族のためになんとかベルトを祖国に持って帰りたい、そうも話していましたチャレンジャーです。今さの左は空を切りました。この左相手を返してきます。残り10秒、第7ラウンド。さあ一気にまとめていきたい今さですが、最後一発、取ることよりも難しいと言われる世界初防衛戦、そのリングに IBF 世界スーパーバンタム級チャンピオンセレスジムの岩佐亮介が上がっています。試合は第8ラウンドまで来ました。左のストレート、ここまで岩佐が自身のペースでボクシングを進めていますが、まだ挑戦者のサウロンからダウンを奪うことはできていません。初防衛戦をノックアウトで飾ることができるか岩佐亮介です。さあ飯田さん、はい、これから後半そして終盤に入っていきますが、岩佐に必要なことはどんなことでしょうか。ちょっとサウロンこれ出てきましたよね、これはうまくしのぎたいですよね、はい、おスラッガーましたね、ニックネーム通りこの一発の可能性というのはチャレンジャーのサウロンも秘めています。多分これ、もう最終まではいかない、もうこの8、9、でも出し切ろうぐらいの感じで来てるんじゃないですかね、サウロンの方 は、はい、佐藤さん、はい、チャレンジャー陣はもうこのままだと負けてしまうから前に出ろ、前に出ろということですね。ここまでポイントとしては明らかに、あっ左、今の左のボディですか、いましたよね、これが試合を分けるのではないかと飯田聡さんおっしゃっていますが、そしてゲストの長谷川穂積さん、はい、どうでしょうか、こう出てきた方がいいというふうに長谷川さんおっしゃってましたが、チャンピオンとしてはそうですね、ここまでガードが硬いと本当打つとこがなかなか見つからないので、まあ、このラウンドみたいに出てきてくれると、はい、今さんとしては倒すチャンスが生まれると思います。そうですか、さあ追い詰めて左を見舞っていきますが、ここもチャレンジャーは倒れない、うん、いやでもいいフェイントかかってますよ。そうですか、もう一度左後ろに下がって今度はプレッシャーを返していくチャレンジャーのサウロンです。岩佐は話していました、10度防衛した長谷川穂積さん、12度防衛した山中慎介さん、先輩たちのように長く防衛できる偉大なチャンピオンになりたいんです、そう話をしていました。その岩佐亮介第2章のスタートが今夜だとそう意気込んでいます。
長谷川さん、当然長く防衛していくためには多くの世界ランカーと拳を交えます、はい、いろんな相手がいますので、いろんな倒し方、いろんなボクシングを持っていないといけませんよね。まあそうですね、まあ、倒し方はいいんですけど、やっぱ一番大事なのはディフェンスだと思うんで。ディフェンスですか。はい、そのことにかけては岩瀬選手ディフェンスやっぱパンチもらわないんでね、まともに、長く防衛できる可能性はあると思います。あ、そうですか。ここまではそのしっかりとディフェンスを見せているというところ、一発に気をつけながらまずはこの初防衛戦をクリアできるか岩瀬亮介です。ただ皆さん場内としてはこれだけ圧倒していますので、はい、ダウンシーンが見たいというところもあるでしょうね。そうですね。あっと力強いパンチです。いや、これは気をつけなければいけません。あ、右、サウロン自信持ってますからね。右のストレート、それから左のアッパーも自分の武器だと話をしていました。あっときました、ね、明らかに力が宿ってきた。スラッガーチャレンジャーサウロンが強めてきました。さあ前に出てくる、チャレンジャーが来る、右振った、今さに切っている。チャレンジャーサウロンの力強さというのが変わりました、うん、そうですね、逆にあの右強さ、あ、自信持ってますから、サウロンは。でその右を伸ばした時に、はい、岩佐のチャンピオンの左ボディが決まると、一番効くんですよ。なるほど。やっぱこう、まあ、腕を下げている時って腹筋力入りやすいんですけども、ストレートを出した時って脇腹がこう伸びるという、そうですね、その時に当たるとまず立てられないと思いますね。そうですか。まあ、このラウンドこれだけ出てきてくれたら、これを岩佐選手がうまくしのぐことができれば、はい、あのサウロ選手多分心は折れると思うんですよ。あ、なるほど。そうするとチャンスがさらに倍になるので、倒すチャンスが生まれると思います。ですので当然倒すことを考えつつ、ここは自慢のイーグルアイ、そして磨いてきた そのディフェンスでしのいでほしいという長谷川大さんのお話です。残り時間1分30秒です。佐藤さん、はい、どうぞ。赤コーナーチャンピオン陣営なんですが、セレス小林さんからは、とにかくここからが体幹、そして鍛えてきた足、ここの力が大切になってくると、ブレてはいけないという指示が送られています。世界チャンピオンになった後、これまで嫌いで逃げてきたというそのフィジカルトレーニングを始めました。自分はこれまで下半身が弱点だったんだけれども、その下半身の強化を必死にしてきましたと、そう話してきました岩佐亮介です。チャンピオンになってなお兜の王を締め直して、さらなる高みを目指して今夜のリングに上がっている緑のトランクスのセレスジム岩佐亮介です。そのあたりが確かに皆さんこの後半に聞いてくるかもしれませんね。実はさっきのラウンドちょっと浮いてきたなと思ったんですね、チャンピオンですね、はい。でもまた、まあ、セコンドの指示通り、セレス会長の指示通り、また腰の座り良くなりましたね。どっしりとしたその感じも備わってきた岩佐亮介です。そして明らかに長谷川さん、ああこれ強めてきますが、サウロはこの9ラウンドの後半も来ます。ただこうしのげばまた一つ岩佐にチャンスが来るかというところ、先ほどに比べますとサウロの手数も減ってきました。自動車保険を自分で決める。で大勢の人の前でマイクを持つのもためらうほど普段は非常にシャイな青年なんですが、リングに上がりますとご覧のこのパンチ、剛腕を振り回してくるサウロンです。終盤第10ラウンドに入っています。岩佐亮介世界タイトル初防衛戦です。イーグルアイがその赤い IBF のベルトを守ることができるんでしょうか。あっちだり、まずここは岩佐が仕掛けていきました。第10ラウンドオープニングパンチ岩佐亮介、まず来た、返してくる。このラウンドはやはりサウロンも前に出てきます。出てきますね、まだまだ馬力残ってますね、はい、佐藤さん、はい、チャレンジャー陣営は振っていけ振っていけと、相手がクリンチワークに来ても振っていけという指示ですね、いやもう長谷川さん、サウロンとしても失うものはない、はい、あとはベルト取るためには行くしかありませんからね。まあそうですね、この来る、この来る、このラウンドまではおそらく負けてると思うので、あと3つはチームの狂いで取りに行くしかないです、はい。ただその相手に対して岩佐の表情というのは皆さんどうでしょうか。いや、いいですよ、落ち着いてしっかり 見てますよね、はい。岩佐本人は当然 KO でもそれから判定でもいいんですと、とにかく圧倒したいというのがテーマです話をしていました岩佐です、まあ、ここまでまずは圧倒という部分ではしているでしょう岩佐亮介。ただあとは明確な形、その強さを証明することができるかです。リングの中央、左のストレート、ゲスト解説長谷川さん、そして解説の飯田さん、お二人口を揃えていらっしゃるのはボディがポイントというところですが、それを出していけるか。残り3ラウンド、サウロンの手数がちょっと少なくなってきたか、まあ、サウロンの動きがもうチャンピオン見切れてるんで、一度こう攻撃
を、コンビネーションで打った後、はい、そのまま残ってですね接近戦の距離 で、はい、でサルノに反撃させたところのタイミングでカウンターのボディ打てるとは、まあ、呼吸のタイミングとかいろいろあるんですけれども、かなり、いけると思うんですね。なるほど、1人カウンターに入りました。アッパー2打ったんですけど、ああいうワンツーじゃなくてちょっとこう変えるだけで当たるようになるので、はい、まあ、いろんなパンチを出してほしいですね、岩選手はもっと。まさに本当にそのいろんなパンチをいろんな角度からというのが岩佐亮介ですよね。そうですね。それを世界初防衛のリングで見せることができるか。残り1分を切った第10ラウンド、ここもサウロンは前に出てくる。ちょっとねパターン化してしまっているところはあるか、あっとサウロンが細かいパンチを集めてくる、どうだ、まだパンチは死んでいない MS サウロン。あ、もったいないですね、今のところ逆に攻め返したかったですね。なるほど、そこで残ってたんですね。そうなんですね、もう疲れてきてるんで、ちょっと一回コンビネーション打っては、止めるっていうのをやめてですね、ずっとこう攻撃し続けるみたいなことをやると結構、小負けするかもしれないですよ。なるほど、ただ怖さもあるんじゃないですかね。それはそうですね、まあ、これだけ強いパンチは打ってくる選手ですから、しかしそれを乗り越えてこそ真の世界チャンピオンかもしれません。今時間を少し気にしたか岩佐、残り10秒を切った第10ラウンド、さあ世界チャンピオンとして真の強さを見せつける今日のリング、あと2ラウンド、終盤第11ラウンド、残るラウンドは2ラウンドです。 IBF 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、岩佐亮介、ここまでは岩佐のペースで試合が進んでいますが、まだ両者ダウンはありません。さあ初防衛戦、取ることよりも難しいと言われるその初防衛戦、圧倒して追うことが、あっとサウロン出てくる、チャレンジャーが出てきます、チャレンジャーが出てくる、この第11ラウンドになっても長谷川さん止まりませんね、チャレンジャーは。そうですね、まあ出てきて意外にそれがハマったので、あ、これいけるかもと思って出ていってるんじゃないですかね。そうですか、スタミナの部分でも飯田さんどうでしょうかね。まあそうですね、もっとこう息が上がって、失速するかと思ったんですけども、はい、まだまだ来そうですね。あ、いいですね、今の左ですかですね、はい、あれ打ちたいですね、少し先ほどラウンド間もセレス小林会長から強い言葉が飛んでいました。セレスジム GA です。佐藤さん、そのセレス小林会長なんですが、残り2ラウンド何が起こるか分からないんだぞというふうに確認をしました、そしてやっぱり自分の距離、そして足をしっかり動かしてほしい、これを貫けというふうに指示を出しています。そうですか、当たりましたね、さあカウンターが効いたか、あっと手数が決まった、手数が決まった、あっとしかしサウナも返してくる、これには気をつけなければいけません。効いてますね、効いてるから出てきてますね。なるほど、さあチャンピオンチャンスです、チャンピオンチャンスを迎えている。一気に第11ラウンドまとめていけるか、まずダウンを奪うことができるか、左のポジション、左のボディ、左のボディ、もう行っていいですよ、受けられるか、まず3、はいはい、すぐ詰めて、手が下がってくる、苦しくなったか、効いている、効いている、効いている、チャンスですね、チャンスですよ、チャンス、チャンス、いける、左、さあまとめていけるか、真の世界チャンピオン、強い岩佐亮介を見せられるか、なんとかクリンチで逃れていきます。チャンスですよ、まだまだチャンス続いてますよ。さあ岩佐チャンスだ、今岩佐ではなく強い岩佐をこの悲願のベルトを守る初恋の人に見せられるか、左のボディまだサウロンも通れません、まあ、ここは冷静に詰めた方がいいですよね、クリンチしてきますから、はい、すぐ振るほどきたいですよね。将来岩佐コール、両国国間サウロンも出てくる、第11ラウンドチャンスを迎えているチャンピオンの岩佐亮介、左気味、カウンター気味、全てカウンターで皆さんいい形で当てていますよね。ですね、まあ、タイミングが本当にもう全部合ってますから、であとはもう苦し紛れにサウロンをこうクリンチしてくるんですけども、はい、もうまあ、岩佐もやっぱチャンピオンも苦しいですけど、そこを振りほどいていけると、ダウンシーンになりますよね。なるほど、左のボディ、これもいいボディです、もっともっと詰めていきたいですね、苦しめたいですね、さあ勇気を出してその距離を縮め、岩佐が強烈なパンチを奪うことができるでしょうか。第11ラウンド残り時間少ない、岩佐ペース、そのペースが上がりました。さあ青海チャンピオンとなった岩佐亮介と恩師セレス小林会長、2人で歩むチャンピオンロード、その第2章、いよいよ初防衛戦最終第12ラウンドを迎えています。ここまで試合のペースでは明らかにチャンピオンは圧倒、ただまだダウンはありません。その中で飯田さん、倒せるかという最終ラウンドですね。そうですね、
いや本当にもうペースはもうずっと1ラウンドから取り続けてますよね、はい、長谷川さん、この最終ラウンド期待することを教えてください。もちろんダウン取ってほしいとは思いますけど、でもまずやっぱり岩佐のいいところはディフェンスなので、はい、無駄なパンチはもらってほしくないですね。なるほど、しっかりと勝ち切るということも当然初防衛戦では重要でしょう。サウロンも強打者、スラッガーのニックネーム、ここも前に出てくる。佐藤さん、はい、チャレンジャー陣営は母国のために全てを出せと送り返しています。そうですか、母国のため、そして11人家族、その家族のため。さあ岩佐もそのサウロンのパンチを受け止めて、右から左、もう一度右を振っていきました。先ほどの11ラウンドでは一気にこの岩佐がチャンスを迎えるというシーンもありました。さあこのラウンドもチャンスを作っていけるか、最終ラウンドです。サウロも本当にもう苦しいですけども、いろんな手を出してきてますけども、届かないんですよね、はい、チャンピオンには。岩佐もここはそのイーグルアイでしっかりと相手のパンチを見切っている。さあやはりボクシングファンはこの岩佐のダウンが見たいでしょう。残り1分30秒、チャンピオンになってもそのスピード、そしてタイミングの良さ、岩佐の持ち味は変えないと、そうセレス小橋会長と誓い合いました。そこに自ら嫌いだったトレーニングを行い、下半身を強化してきました。パワーが備わりました。チャンピオンになったらさらに強くならなければいけない、そう話していた岩佐亮介です。だからこそ難しいと言われるこの初防衛のリングでも強くなった岩佐亮介、その姿を見せている。ちょっとサウロ聞いてきましたか。そうですね、動き止まってきましたね、明らかに顔のあたりが赤くなって手数が止まってきました。さあこうなるとチャンピオンはチャンスです。チャンスですね、約45秒チャンスですよ、これまでずっと岩佐は上手いボクサーだと言われてきました。ただチャンピオンとなった今、強いボクサーだと言われたい、そう話している緑のトランクス、世界チャンピオン岩佐亮介。ラスト30秒、さあランキング13位、このスラッガー佐藤を相手にまとめることができるんでしょうか。サウロパンチあるから無防備な岩佐もいけないですね、ベルトを守る、その大きな仕事をまずやってのける。そして強い岩佐両手左、左のストレートアゴが抜いた。さあ残り10秒、一気にいくか。チャンピオン岩佐両手、強い岩佐を見せつける初防衛戦、今12ラウンド戦い抜きました。勝者 IBF 世界スーパーバンタム級チャンピオン岩佐さん、イーグルアイ亮介。岩佐亮介、世界初防衛に成功。